ラウドホークソングインデックスは世界中の英語の交渉から収集された約2万5000曲の参考文献、約25万件のデータベース。これはロンドンのクロイドンクの元首相であるスティーブ・ラウドによって編集されたものである。ラウドのインデックスはブロードサイド作品とラウドが編集した野外録音作品を組み合わせたものである。この作品はフランシス・ジェームズ・チャイルドで知られる。 以前の印刷されたすべての資料を網羅しており、1900年から1975年までの録音が含まれて今ある。2006年初頭までは、この作品は CD の定期購読で入手可能だったが、現在では英国民族舞踊民謡協会が管理する、ボーン・ウィリアムズ記念図書館のウェブサイトからオンラインで入手することができる。部分的なリストは、 ラウド番号別フォークソング一覧民用のリストにも掲載されている。ラウドフォークソングインデックスの主な機能は英国と北米の様々なコレクターによって過去数世紀にわたって独立して記録された伝統的な英語のフォークソングの歌詞のバージョンを関連づけるための研究支援としての役割を果たしている。データベースを検索することで、例えばタイトル、最初の行、主題などで 特定の歌の多くのバリエーションのそれぞれを見つけることができる。これらの曲の包括的な詳細は収集されたオリジナルのソースの詳細やエフドスアーカイブの中の出版されたボリュームの中にある曲のテキストとおそらく曲がどこにあるのかの参照を含めて利用可能です。関連するインデックスであるラウゾブロードサイド作品には1920年までのブロードサイドや その他の安価な出版物に掲載された曲への参照が含まれている。さらに、ミュージックホールの曲、第二次世界大戦前のラジオ出演者の曲のフォーリを、楽譜などの多数のエントリーがある。作品は、タイトル、最初の行などで検索することができ、その結果には、オリジナルのすり込みの詳細と、コピーがある場所が含まれている。ラウド番号、ラウドナムフィールドは、 作品の伝統的な起源を確立するために、ラウドフォークソングインデックス自体への相互参照として使用することができる。このデータベースは FDOS によって重要な作品として認識されており、2006年にボーン・ウィリアムズ記念図書館のオンライン版が公開された後、そのウェブサイトで最初に公開された項目の一つである。このインデックスの目的は各局に 一位の識別子を与えることである。番号は多かれ少なかれ恣意的に割り当てられたものであり、それ自体に何か意味を持たせることを意図したものではない。しかしながら、インデックスのコンパイルの実用性のため、一般的なルールとして、古くてよく知られている曲は低い数を占める傾向があり、曖昧な曲は高い番号となる傾向がある。 密接に関連する曲は同じラウド番号でグループ化されている。信頼できる機関が曲の名前を提供するが歌詞は提供しない場合、ラウド番号000が割り当てられる。インデックスは問題となっている特定の曲のためにチャイルドバラットの番号があれば、その番号と相互参照する。また、必要に応じて1950年代に ジョージ・マルコム・ローズによって開発されたアルファベット1文字と数字2桁までの数字を使ったフォークソングの分類システムであるローズ番号も参照している。2014年3月にケンブリッジのクレア・カレッジで行われたザ・フル・イングリッシュのウェブサイトについて話すラウド・フォークソング・インデックスの作成者スティーブ・ラウドこのインデックスはロンドンのクロイドン自治区の地域研究所を務めていた。 スティーブラウドによって編集され、維持されている。彼はまた、フォークロア協会の名誉司書でもあった。彼は1970年頃に、個人的なプロジェクトとして、それを開始し、歌い手、彼らの地域、曲の中期の日付、発行者、及びその他のフィールドをリストし、それぞれに番号を割り当て、タイトルさえ、バージョン間で一貫していなかった曲の問題を、克服するために、 すべてのバリアントを含む各局に番号を割り当てた。システムは当初、靴箱に 3X5 インチのファイリングカードを使用していました。1993年、ラウドは記録システムをコンピューターデータベースに実装し、データベースは拡張と維持を続け、現在はボーン・ウィリアムズ記念図書館のウェブサイトで運営されている。 過去数年間、その数は学会で広く受け入れられてきた。ジームズ・マディソン・カーペンター・ジェームズ・マディソン・カーペンターのコレクションには、1927年から1955年の間に作成された6200の文字起こしと線の録音された朗下がある。インデックスには、タイトル、最初の行、出展歌手の名前が記載されている。適切な場合には、 チャイルド番号が記載されている。それはまだほとんど利用されていないリソースであり、簡単に利用できる記録はない。EN キャビント・オブ・フォークソングスは、ラトビアの学者、クリス・ジャニス・バロンスが19世紀末から20世紀初頭にかけて作成した、ほぼ21万8000のラトビア語民ニテキストの同様のインデックスである。エッセンフォークソングデータベースは、英語圏以外の国、特に、 ドイツと中国からの歌を含む別のコレクションである。フォークソングインデックスは、オバーリン大学図書館とフォークミュージックジャーナルシング、アウトの共同プロジェクトである。英語の歌に重点を置いて、世界の伝統的な民謡に作品をつけ、62000を超えるエントリート2400以上のアンソロジーが収録されている。マックスハンターのコレクションには1600曲が、 収録されているが、マイナーな編集にはそれぞれ別の番号が付けられている。フレズノにあるカリフォルニア州立大学のトラディショナルバラードインデックスには最大5000のラウド番号が含まれており、その曲についての注釈が添えられているが、出典話は多くないが表示されるが、トラディショナルバラードインデックスには一つのソースしか表示されない。ありがとうございます。